愛知県立とこなめ高等学校は愛知県とこなめ市に所在する公立の高等学校。通称は常田歴史は県内で4番目に古い。セラミックアーツ科を有するが愛知県内の公立高校では愛知県立瀬戸養業高等学校とともに全国的にもユニークなセラミック関連の学科である。2006年4月1976年に分離した。 愛知県立とこなめ北高等学校と再統合し、とこなめ北高校の地に普通型に学科の高校としてスタートした。もともと、とこなめ北高等学校が、とこなめ高等学校の普通科の分離独立によって設立されたことから再び一つに統合されたことになる。ただし、校舎はとこなめ北高等学校として利用していた敷地を利用し、とこなめ高等学校にあった。 専門家は、改祖されている。2008年3月まで、トコ北高等学校が、閉村したため、統合後の新高校は、トコ高校と、通称された。旧、トコ校の奥坂江町1 16の168の、校舎には2005年までの入学生が在籍したが、2008年3月に、校舎を閉鎖。それと共に、トコ北高等学校の校名も消滅した。 傾向後の旧常こ高等学校の校舎は、焼き物をはじめとする様々な造形創作活動の支援施設、焼き物、ものづくりセンターとなる計画が発表された。かつての旧常こ高校の校訓は、責任遂行、相互敬愛、環境調整。物を作ることを通して、豊かな知性と、上層、創造性を身につけた人間。部活動、学校行事を通して、 たくましい体と強靭な精神や社会性を身につけた心豊かな人間。時代の担い手として生命と健康を守り、良識とモラル工場の推進者としての自覚を持った人間。正しい勤労感、職業感のもとに将来の職業人としての誇りが持てる人間。元は、床波北高校の行事であるが、床波高校でも、 平成18年度から引き続き実施していた。7月中旬に、北郡三浜町の小野浦水浴場で実施。参加対象は1年生全員。2013年4月からは、学校側の判断により廃止。元は、常波北高校の行事であるが、常波高校でも、平成18年度から引き続き実施している。10月下旬もしくは11月初めに、 学校と千田郡竹豊町を歩いて往復していた。参加対象は1年生全員。現在では、学校と半田運動公園を歩いて往復している。進学、町名社会に対応する進路、中部国際空港で働く進路の3本柱。普通科は主に進学工業科は就職かつての旧、常並高校は、常並駅が最寄り駅だった。ありがとうございます。